どうもミスタードレですけど、今回はこちらでございます。はい、こちらの選手でございます。大島洋平プロの動画撮っていきたいと思います。いやもう大島さん何回動画撮るねんって思うんですけれども、これねガチで何回も撮らなあかんすよ。だって毎年毎年っていうか、なんなら強なってるんすよね。今何歳ですか？37歳。いやいや、おかしいでしょこれね。え、ミート塗装力81同値ですよ。今年はね、まあ、怪我さえなければおそらく2000本安打も達成するだろうということで、いや本当にすごいこの選手は。なんでね、今回も大島さん取っていきます。もう年々強くなってますから。で、守備能力はですね、センター適正 B で、補給も75あるんで全く問題ございません。で、特殊能力でございますよ。超アベレージヒッター、これミートダイアップします。で、チャンスメーカーですね。1番センター大島洋平を使うことによってミートとパワーが上がっちゃいます。さらに選球眼がめちゃめちゃいいですよと。もう目良すぎるんですよ。はい、選球眼が優れているということで、もうミートが上がりまくるということで、このね、ミートと走力 81A 同値も魅力なんですけれども、称号なくてもミート99達成しちゃうんですよね。そんな37歳この世におるんかと。あ、いましたって感じです。はい、そんな大島さん使っていきたいと思います。まあ、せっかくなんでね、称号チャレンジからまずやりましょうか。はい、それでは大島さんの称号チャレンジやっていきましょう。まあ、ミート型さえ崩さなければ OK って感じなんで、理想は勝利の使者です。勝利の使者かミート上がっちゃってって感じです。ではね、まあ、称号は極上なしでいきましょうか。すべてお願いします。さあ頼む。お、来い。うわー、めっちゃいい。これはこれは良すぎるって。アンダ製造機来ました。もうミート103ぐらいいくよこれ。 OK です、ありがとうございます。もうこれでいきましょう。いやー、世界一似合うねこの称号。最高の大島さん使っていきましょう。それではランク戦やっていきましょうか。先発はね、ジャリエルさん使っちゃおう。もうね、たまには楽しないと人生。ジャリエルさん使ったらね、もう勝ちは確定なんで、よろしくお願いします。はい、ということでやっていきたいと思います。1番大島、2番岡林さんです。最高の 1,2 番ですよ。よろしくお願いします。なんならね、12球団でナンバーワンレベルの 1,2 番やと思ってみた。はい、来ました、見てくださいこれ。選球がなしでもね、ミート99いっちゃうんですよね。ほんまにえぐいわ。さあ行きましょう。衰えることない毎年全盛期の37歳。どんなバッティングを見せてくれるのか。あ、超えて、あ、ミスった。今のはほんまに俺が悪い、ごめんなさい。いやー、あんな甘い球が。まあまあ、でもね、捉えてますから、さすがは大島さんなんですけれども、ちょっと今のは大島さんに申し訳ないバッティングをしてしまいましたね。まあ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 、ミート99やから、でも全部芯に当たっちゃうということで。さあここはね、初回にもう1打席大島さんに回していきましょう。2番岡林いきますよ。この大林コンビがね、中日ドラゴンズを支えてるんですよ今の。あとは細川さんかな、細川さんと福永さんが早く来てほしいですね。いや、ナイスバッティング。この大島岡林、どっちかは絶対出塁してくれるっていう、この安心感がね、中日純正にはございます。そして現実のドラゴンズにもそんな安心感がございます。さあ、そしてのり弁スペシャルしていく。まあ、こんな感じでね、あとは3番と4番にこういうホームラン打つバッターがドラゴンズで現れれば、まあそれはもうね、その時には日本一になれるんですけれども、あとはそこだけが足らへんなって感じですね今のドラゴンズ。さあ行きましょう、落合さん。てかね、僕思うんですけど、いつもねこんなに音量大きくしたりとかしてね、 YouTube やってるんで、いつクレーム来るんかなとちょっとビクビクしながらやっておりますけど、今んとこまだクレームの方は来ておりません。なんとか踏ん張っております。さあ頑張れ。オーケーです。オーケー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 、めちゃめちゃいい感じ。岡林さんじゃないわ、ごめん、大島さんにもう一打席絶対回すぞ。よし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 、つないでいけつないでいけ。オーケーオーケーオーケー。まあ大島さんね、僕セレクションの A ランクの方持ってるんですけれども、こっちの大島さんもありやな。正直あんまり A も B も変わらんし、お、しかもフィルダースチョイス。オーケーです。さあ7番に山崎武史おるよ。なんちゅうチームや、すごいな。あー、それは藤井荒野ゲーされました。いやー、まあまあいいでしょう、次の回回ってくるんで。まあとりあえずね、皆さん今からジャリルのピッチング見て心を落ち着かせましょう。まずはムービングファストを投げていきます。はい、えぐいですね。
で、こっからパワーカーブを投げていくと、はい、もうバットのどこに当たってるんやっていうぐらいのこの打ちにくい球種です。はい、ちょっと待って、ガチで強いんよ。ほんでここにスプリット投げたら振っちゃうんすよね。あ、オッケー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 。で、パワーカーブいきましょう。あー、強すぎる、マジで強すぎる。よしよしよし、見てください。しかも岡本和真の能力がもうね、ミートが米粒みたいになってますからね。はい、ムービングファストもえげつない。いやー、中日純正最高っすね。ほんまに強いわ。最近動画撮っとってつくづく思う。ほんとに強い中日純正。よし、オッケーオッケー。二塁いっちゃう？まあまあいいやいいや。大島さんチャンスにも強い男ですから。いきましょう、大島さんの2打席目。あー、得のなんぼ出ない。まあ、得の出なくても84ですけどね。なんぼ出なくて84はだいぶやばいけど。おっと、空振りしていく。現実の大島さんはあんな空振りしないよ。集中していけ、集中。いや、ちょっと、藤井小屋さん、ほんま嫌やわ。わー、惜しい、ホームランミス。いいぞ、いいぞ、いいぞ。大島さん、1年に1本ホームラン打つからね。さあ、ちょっともうスタミナがそろそろ切れてきてるはず。おらおらおら。選球眼花丸です。頑張れ。毎年全盛期の大島さん、よー、選球眼えぐい。目レーシック4回ぐらいしてますよこれ。目良すぎるほんまに。さあ、足が速い、ランナーの足が速すぎる。あ、待って、岡林さんも出たらランナー全員ええやん、総力。あー、まあ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 、まあ、ちょっとね、大島プロの盗塁見ましょうか。これキャッチャー古田さんですけど、大島プロは盗塁しちゃうんですよ。あ、やばい、ノーマル。ごめん、ノーマルやからノリさんがカバーしました。オッケーです。ということで次の試合いきましょうか。はい、ということで2試合目いきたいと思います。中日純正対カープ純正のめちゃめちゃ面白い試合いきましたよ。そしてバッター大島洋平さんですね。これ黒田さんとの対決しびれますね。あー、得の出ない、なんでな。まあまあいいでしょう。早手のごとくですから、得能なくても打つけどね。さあ、頼む。先頭打者出てくれ。チャンスメーカーやからね。よしよしよし。大島岡林で1、3塁とか作りたいな。わあ、惜しい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 。でもね、大島さんと岡林さん、僕、結構打ちやすいんですよね、この2人。本当に好き。よし。さあ、2、3です。何でもいいから出塁してくれる男、それが大島洋平です。親の顔、親、ここでの親、マジか。まあいいわ、大島さんがアウトだったら岡林でカバーする。よーし、カバー成功です。あれ、これはちょっと中段道コンビの弱い部分見えちゃってるやんか。からののり弁スペシャル。ちょっと待って、中村のりさんやばすぎる。一人で何本打つのホームラン。さあ、ということで続いての試合いきましょう。ちょっと大島さんはホームラン打ちたいよ。オッケーです、チャンスメーカー来ました。いいですね、安定して能力高いのいいよね、本当に。さあ、頼みます大島さん。いやー、さすが、さすプロです。さあ、そして岡林さんです。ここちょっとね、初球エンドランかけちゃいます。この1、2番の大林コンビでかき回していくんですよ、相手さんを。さあ、ここはなんでやねん。さあ、2イニング目です。なんとか大島さんまでもう一回回していきましょう。いやー、ドメさん、さすが、ドメさんの広角ほんまに気持ちいいわ。おっしょ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 、よーし、OK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 、丸、丸、丸。おーし、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 おーし。さあ、ここは8番バッター、代打、周平いきましょう。周平さんもね、もう最近結構もう、スタメンから完全に外れちゃってますけど、周平も頑張ってほしいんだよな。いやー、ちょっと待って、今のさ、相手ピッチャーのフィールディングやばすぎん？さすがにさっきから。いやー、マジか、また大島さんに回ってこんかった。もう一緒行こう。さあ、ということで、これラスト試合にしましょうかね。ちょっと、今んとこね、1本しか綺麗なヒット打ててないんで、今度こそ行きます。てか、最後はノーアウト強制しよう。
ノーアウト強制っていうか大島さんに2打席回していきたい。いやーなんか今日特納出えへんな。まあそういう日もあるよね。さあ大島さんいきますよ。いやーえぐい。そして2塁に行くんです。これが大島プロ。いやーいいですね。そしていややっぱ強いっすね。対右投手結構能力削ってくれるからこの特納結構強いかもしらんな。はい大林コンビえぐい。ライト線にレフト線にお互いツーベースですよ。最高やな。そしてノリさんがタッチアップ。おー行くんですこれが。いやー軌道破壊すぎる。ドクター X。 さああと2人なんとしてもつなげ、なんとしてもつないで大島さんで強制決める。それができたら完璧な動画や。よし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 。周平世界一打ちやすい。オッケーあと1人頑張れ。ここは代打、あー宇野さんにしようかな。なんか宇野さんの方がこの打席は打ってくれそうな予感があるんで。オッケー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 。パワー99。よしギガトンヘッド来た。最後大島来た。オッケーです。超アベレージヒッター1個だけで94いきます。よしもう1回先頭バッター突撃突撃。あまだまだまだ、もう一回先頭突撃突撃大島しましょう。あ